僕はまあ、風景写真なんか、特にそうなんですけど、撮っている時に、まあ、美しい場所、美しいもの、それと物語性というのを、そういったところをすごく大事にしながら撮っています。でスポーツの作品でも、そういったところを、撮れるように日頃は、考えながら、撮影をしています。僕の、授業スタイルというのは、まあ、皆さんと、生徒さんとね、楽しく、撮れるように日頃はそういった形で、まあ、教室でもそうですし、まあ、実際にロケというか、実習地、そちらの方で、撮る時も、皆さんと和気あいあいと撮れるように、そしてなかなかその、まあ、できない方とね、できる方とやっぱり見えるので、できない方の方を底上げするように、いつもそういったところを、注意しながらやっています。いかにその見つけるかという、自分が撮りたい、まあ、素晴らしい作品になるようなところをいかに見つけるかっていう、その見つける句っていうところを、皆さんに、いつもそういった撮り方をするように、心がけるようには、伝えています。僕にとって写真とは美ストーリーです。